こんにちは、ダイスです。今回は伊勢丹が今バーゲンをやっていて春夏物が安くなっているので見て買ってこようと思います。予算2万円でどれだけ買えるのかやってきます。普段は、はい、結構いい値段のが、うん、この時期のバーゲンってめちゃくちゃ安くなんだよね。そうなんですよね。なんでどんだけ買えるのかわかんないんだけど、はい、とりあえず行ってきましょう。はい、ということで行ってきます。買ってきました。だいぶ買えました。あとめっちゃお得でした。はい、すごいね、びっくりするぐらいの金額、うん、はい、あの割引率にもびっくりしました。まあ、2万円は株主優待で 10% もひっくるめて2万円、はい、実際多分2万2000円ぐらいだと思う、うん、はい、だと思います。でもそれでもです、割引率すごい、びっくりしました。なんで、はい、とりあえず開けていきましょう。はい、じゃあまずこっちから開けていきます。はい、こちらです。これでも結構買いましたよ。じゃあまずはこれです。靴、はい、靴、逆じゃない。はい、靴、これが、はい、3000円。これ3000円でした。元々の値段は書いてなかったんですけど、こういう感じの靴って確かに高いんじゃないかなと思います。レースだし、これ秋も履けるの嬉しい。はい、これが一つ目です。そしてもう一つ、はい、靴。これも靴。はい、これもね、サンダルです。これクッションがすごく柔らかくて履いた時にとっても良かったので買ってきました。これも3000円。いい買い物、靴。靴2足も買いました。これでまだ6000円です。そして、はい、これね、ずっと欲しかったので見てこれて良かったです。はい、夏用パジャマ。パジャマは2000円です。半袖で、下もね、七分とかかなって思います。ということでパジャマです。はい、欲しかったから嬉しい。これ6足で1000円でした。これは靴下を6足選んでもいいし、うん、ストッキングとか組み合わせて1000円、はい、好きなのを選んでいいよっていうので組み合わせしてきました。これで1000円は安いよね。安いです。3足1000円は見たことあるけど、6足1000円は初めて見ました。これで9000円です。こちらの袋は終わり。次はドロシーズで買ってきました。1つ目はスカートです。はい、こんな感じのロングスカートになってます。そういう色好きだよね、形とね、うん、はい、ダイスさん好きです。これは3000円になってました。これも3000円。はい。それ定価が、定価が1万6000円ぐらいでした。で、続いてこちらもスカートです。今裏になっているので返してみます。こんな感じの柄です。これはドレープのスカートです。花の、これも3000円でした。定価は同じぐらいの1万7000円ぐらいのものです。いい買い物。そして次が、はい、トップスです。同じ形の色違いを、はい、買ってきた。買ってきました。こっちの色とこっちの色です。はい、これが2000円ずつ、はい、1900円ぐらいだっけ。はい、これが1980円。を2つ。はい、2つです。こんな感じで、はい、何点買ったんだろうね。ちょっと調べましょう。はい、数えてみました。4点と4点で8点。で、こっちも値段は1万円と9200円。はい、そうですね。なんで今回、うん、予算2万円で
予算以内に、はい、収まりましたいつもオーバーするからね、はい、最近は収まるようになってきたね。そうそう、ちょっとあの大人になったみたい。大人になってきたよね、はい、なんで、うん、今回これで、はい、着てみましょう。はい、下から上まで嬉しい。サンダルもそう、こんな感じで、はい、夏っぽいよね。うん、欲しかったから嬉しい。後ろは、後ろはね、この感じ。これで、うん、今暑いからいいと思うんだけど、はい、秋口とかだといつもカーディガン羽織ったりとか、あとはあの薄手とかのね、長袖でもいいですよね。ってなると、秋まで、うん、はい、使えると思います。使えそうな感じですね、うん、嬉しい、長く使えるのはい、はい、スカートを変えてみました。あと足元、足元、そう、パンプス、これもね、履きやすくてすごくいい感じ。スカートはこんな感じ。上はまだ変えてないんですけど、はい、変えてないです。いい感じだね。うん、こっちのスカートも厚手だから、春も秋も冬の頭もいけそうです。すごくいいと思う。色違いのパープルです。これもね、綺麗な色だからモノトーンとかでも良さそうですよね。今一緒のスカートだけど着やすくていいと思いますけど、うん、はい、買ってきたのはこんな感じでした全部使いやすそうだし、着回しもできそうなので嬉しいです。予算2万円で、うん、これだったらいい感じだったね。いいと思います。どうでした今回のバーゲンは。楽しかったです。回っていろんなの見たんですけど、やっぱり春夏のものだったから、うん、今年の流行りとかもあるし、ベーシックなものもあったので、いろんなの見てこれて楽しかったです。選ぶのね、結構時間かかっちゃったので待たせてすいませんでしたで、あとね、爪もちょっとやってもらったんだよね、うん、あ、そうなんです、爪もやってもらいました。あの、磨くやつ、はい、やつもやってもらいました。すごいよね、それね。うん、ピカピカにもしてもらって、はい、まあ、そこで2000円ぐらいか。そうですね、なんで、ぴったりぐらい。はい、ぴったりぐらい、はい、楽しんできましたね、はい、普段こういう風な買い物をするとだいぶ高くつくんだけど、全体を通すとそれなりに安く、うん、そうですね、長く使えそうなのが安く買えるのはすごく嬉しいですね。そんな感じの、はい、今回は伊勢丹のバーゲンを買ってきたって感じでした、はい、でした。今回買った服はね、たくさん活用したいと思います。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやってます。概要欄の URL かダイスチャンネルで検索フォローお待ちしております。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 See you!